今日のキラリトは天かす弘和さん47歳。リラックスしたい時とか本番の前に気合い入れたい時とかに来ます。人前に立つという天かすさんのお仕事は、さまざまな楽器の演奏をまとめる指揮者。自分で音は出せないんですけど、先人たち先輩たちが残してくださった偉大な芸術を通して人と人と結びつけることができる素敵な仕事役割だなと感じてます。天かすさんは一昨年吹奏楽の指揮者が集う国際コンクールで1位に輝いたんです。顔から足まで全身使って表現してくれるのですごい分かりやすいし、吹いていてこっちも楽しくなってくるようなのがありますね。全身を使い笑顔で指揮を取る天かすさん。さらに練習でも楽しませることを忘れません。若い人や後輩たちに勉強することの面白さとか学び続けることの楽しさみたいなものが伝えられたらいいなと思ってます。地球は行動の星、出会いのために行動しよう。いや確かにあの表情はね、はい、演奏して楽しくなるでしょうね。そうですよね。本当に私も素人ですけど、ね、音も楽しいように聞こえてきますもんね。練習でのえいっていう、そう、どどすこもよかったですね。